アンドル・ウィリットンはアメリカ合衆国の指揮者。1992年よりダラス交響楽団の音楽監督に就任。2003年より2015年までノルウェーのベルゲンフィルハーモニー管弦楽団の音楽監督兼主席指揮者に就任。これまでに60点以上の録音を残している。代表的音源にブリンターフェル及び ボーンマス公共楽団との共演による、ウィリアム・ウォルトンの、ベルシャザールの共演、同楽団とのチャイコフスキー公共曲全集、ロイヤル・フィルハーモニー還元楽団との、ラフマニノフ公共曲全集、ベルゲン・フィルハーモニー還元楽団とのプロコフィエフの、バレエ、ロミオとジュリエット、ダラス公共楽団とのガーシュウェン作品集及び、カーペンター版によるマーラーの、 公共曲第10番が挙げられる。スティーブン・ハフト・ダラス公共楽団による全曲ライブ録音によるラフ・マニノフのピアノ競争曲全集の SACD は話題を呼んだ。また、ショスタ・コービチやガーシュウィンの競争的作品ではピアニストとしても出演し、手図からオーケストラを弾き振りして録音を残している。ありがとうございます。